皆さんおはようございます。インターの役場金太です。近鉄に活躍したものの1年で退団したアキーノさんの孫さんいます。アキーノ、この投手はですね、はい、スライダーチェンジアップを武器とした最強ピッチャーで、実はオクトパス投法、タコ投法、タコ投げがやっぱり一番いいですね。はい、メジャー時代は確か有能な先発中継ぎ投手でしたが、近鉄時代は主に先発を務めたピッチャーで2桁11勝を挙げる活躍を見せましたが、しかし、結局は退団してしまったんですけどもね、はい。オクトパス投法はやはり怖いピッチャーですからね、はい。まあまあ、すごい選手ではございますけどね。オクトパス投法はやっぱり打てませんね、なかなかね、はい。スライダーやチェンジアップは難しく打てない状況ではございます。はい。アキーノさん、本当に優秀なピッチャーと言っていいでしょうが、対談しなかったらもっと活躍できたと私は思い、優勝にも貢献したかと思います。というわけで以上です。バイバイ。